山市の皆様こんにちは、私は今ここ二雲丸神社の境内に、来ております。今日は、いい天気にも恵まれまして、この境内にはたくさんの方々が、楽しみに来ておられます。ここからは、国宝の三雲丸神社の境内が、ご覧になれます。これから、お渡りの様子などをお届けしようと思います。ではご覧ください。10月12日ロッククローリングエクストリーム2008第2戦が灰原区高井にある奈良トライアルマウンテンで開催された。秋晴れの中、色とりどりの頑丈そうなマシンが岩を登っていく。ロッククローリングは岩で作った30メートルほどのコースを一定の時間内に走破し、テクニックを競う自動車レースだ。コース内にカラーコーンが2箇所置いてあり、前輪後輪ともその内側を通れば OK。 コースは短いが大きな岩が車の行く手を阻む。マシンの強度や性能に加え、ドライバーの力量が試される。コース取り、全身交代の冷静な判断、リスクに挑戦する勇気も不可欠だ。競技はドライバーとスポッターの2人がペアで行う。スポッターは進路を指示したり、時には重いマシンをロープで引っ張りドライバーを助ける。石に挟まれ車軸が折れたり、中には横転したり、途中でリタイアする車もある。車を吊り上げるユンボも大忙しだ。ロッククローリングはアメリカ、メキシコ、オーストラリアなどで盛んだが、日本ではまだ始まったばかり。この奈良トライアルマウンテンが草分けだ。全国から多くの有力チームがやってくる。この日も23チームが参戦した。ファンも全国から観戦にやってくる。子供連れの親子も多い。小さな赤ちゃんを連れた女性は沖縄から来たという。ご主人がインターネットでここを知り、友人と一緒に来たそうだ。こんな立派なコースは他にはないという。訪れた人たちはスリル満点のレースを間近で観戦し、終日歓声を上げていた。ユニークなこの催し、皆さんも一度見に行かれてはどうでしょうか。やったった、やったった。ちょっとやられた。秋竹縄、あちこちで秋祭りが行われました。その中の一つ、10月13日に行われた室生流血神社秋祭りにお邪魔しました。普段は静かな神社ですが、当日は良いお天気となり、たくさんの方が集まり、とても賑やかです。
室生寺を出発したお渡りが室生流血神社に到着しました。神殿では厳かに祝詞が奏上され、神苑では獅子が見事な神楽を奉納しています。さあ皆さん、お待ちかねの極巻の始まりです。ちょっと見てください。子どもたちのため一段高いところで極巻されてますよ。ここで少し時間を戻し、お渡りが出発する室生寺での風景をご覧いただきましょう。室生寺前の赤橋に何やらいろいろなものを持った方々が集まっておられます。東神とおっしゃる方々だそうですが、まずはじめに室生の地の神様をお祭りされている天神社へお渡りされます。この時とても珍しい行事が行われます。お供を使い、室生寺にはかつて5つの大きなお堂がありました。安政6年大火事があり、その時村の人たちが消火に尽力されたそうです。それ以降、そのお礼として館主がこの御門の前に正座し、この日のみ開かずの門が開けられるのです。安政といえば、今放映されている NHK の大河ドラマ篤姫の時代です。それから考えると250年ほど続いていることになりますね。この御門を通り、お渡りは天神社へ。神楽を奉納したお渡りは、最初にお話しした流血神社へと進みます。一つ一つをゆっくり落ち着いて見ていくと、長い歴史とそこに関わった人々の思いが伝わってくるようです。10月19日、今年も宇多御蔭神社の秋祭りが行われました。今から私たちの町に伝わる優雅な絵巻物をご覧いただきましょう。法野川の上流、上法野。ここに奏者御蔭神社があります。朝8時、人々が集まってきました。ここでお渡りの出発祭が執り行われます。お渡りが出発しました。ここから宇多御蔭神社まで約6キロを行列が進みます。お渡りは弓や槍などを持った子どもたちが先導し、蹴鞠、太鼓、花かご、宝箱、みこしと続きます。宇多御蔭神社の秋祭りは、奈良県を代表する祭りの一つに数えられています。御蔭とは、御配りの意味で、
農耕にとって最も貴重な水の神として古代より崇められてきました。祭りの始まりは平安時代に遡ります。古市場にある宇多三雲神社の男の神様に、上奉野にある総社三雲神社の女の神様が一年に一度お渡りされるという誠にロマンティックなお祭りです。みこしが朝の光を受け、キラキラと美しく輝いています。宝蓮みこしといい、南北朝時代に作られ、国の重要文化財になっています。鳥居海斗の辻にお渡りの一行がやってきました。道に砂が盛られています。ここで何か行われるようです。やり振りです。先頭はお手振り、その後ろで左右に振られているのは破産箱といわれ、沿道の人々に道を開けるよう合図しています。緑の山や畑をバックに、昔ながらの時代装束を身にまとい、槍を先頭に華やかな花籠、きらびやかな神輿を連ねた大名行列です。自然との一体感、歴史、伝統を彷彿し、何とも言えない風情がありますね。ここ山の口では祭典が始まりました。沿道の人々は並んでお供え物を運び、神輿に向かって五穀豊穣を祈ります。やり振りが始まって出発です。手足のゆっくりとした動き、槍を持ったままのバランスが見事です。ゆっくりとした動きとは対照的に、パッと回転する槍先の飾りが目を引きます。首、体で槍を支え、手と肘で槍を巻き込んでいるんですね。お渡りは宝野川沿いの旧道をゆったりと進んでいきます。東郷という集落の少林寺前にやってきました。ここでも祭典が行われます。少し離れたところに待合所がありました。ここには清掃した人々が集まっています。今また一人御幣を持ってやってきました。これは周辺の集落のお宮様のほとんどがここに集まり、宇多三雲神社の祭りに参加していることを意味しています。ここで宇多三雲神社にまつわる言い伝えや祭りへの思いを地元の方にご紹介いただきましょう。それでは宇多の神話を考える会の代表をされております畑山さんに、お話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。どう、宇多三雲神社の秋の大祭につきまして、それと三雲神社に言われが伝わっているとお聞きしているんですけれども、その辺につきましてお話しいただけますでしょうか。はい、三雲神社由来集という本の中で、高見山から宝野山中へ龍馬に乗って神様が降りられ、その周囲が香ばしい匂いが漂ったというところから宝野と名付けられました。宝野、山中からまた宇多三雲神社の方へ白鷺に乗って降りられ、その時に
を粒の雨が降らされたというところから祭殿本宮という名前で呼ばれることになりましたが、その後に御蔭神社と命名が変わっておるそうでございます。ああ、そうですか。そして、この大祭は御蔭神社のみならず近隣の集落が、こぞって参加されて、協力されているというふうにお聞きしております。それで、畑山さんも、太鼓を担がれて、たことがあるとお聞きしていますけれども、その辺のことについてお話しください。はい、この御蔭神社を中心として奏者御蔭神社からこの、4カ所ほどの神事またやりふりをしながら、また統合で護衛の方26社の護衛の方々 と一緒になって御蔭神社の方へ神様をお迎えに上がっておることでございます。その間各地域からの太鼓台も総で100人からの集団で担がれて御蔭神社の境内で見物人とともに喜んでおる次第でございます。また見物人も2000人から総数各地から開いているように思っております。このお祭りは周囲の、集落こぞっての、お祭りとして継承されているということですね。そうでございます。本日はどうもありがとうございました。地蔵の辻交差点です。威勢の良い太鼓台が通り祭りは盛り上がっていきます。みこしは宇多野の町を抜け、いよいよ宇多御蔭神社へ向かいます。古市場にある宇多御蔭神社境内です。欅や杉の大木が社殿を囲み、幽玄の境内を演出しています。すでに大勢の人が集まり、お渡りの到着を待っています。大鳥居をくぐってお渡りがやってきました。人々は嬉しそうに神輿を迎えます。神輿が到着し、本殿の前で祭典が厳かに執り行われました。宇多御蔭神社の本殿は、外部が朱塗りで鎌倉時代に建てられました。三社造りで、中央と左右の三殿からなる一軒社炭切り春日造りで国宝に指定されています。神輿は夫婦杉の前に置かれ、ここでも神事が行われます。二人の神様は今どのようにお会いになっているのでしょうか。太鼓台の掛け声が上がりました。奉納の太鼓台に先導されてお渡りが帰っていきます。
再び槍振りが披露され、大きな拍手が送られました。境内では残った5基の太鼓台が規制を上げ、激しく練り合わせをします。男たちの勇壮な担ぎっぷり、すごい迫力です。中で太鼓を打つ子どもたちも頑張っています。一度に3台の太鼓台がお互い負けじと規制を上げると、観客は拍手喝采。境内は熱気に包まれ、祭りは最高潮に達しました。私たちの町に伝承する三隈り信仰、古代農耕文化を象徴し、宝野川はその中心的役割を担っています。悠久の古に祀られ、今も変わらず続けられている祭祀、それが宇多三隈神社の祭りなのです。